チムー王国はペルー北部の沿岸部でチムー文化を担った王国で850年頃から1470年頃まで存在した。後期中間期最大の王国で 1000km の海岸線とアンデスの人口の2、3を含んだ。現存する最大の遺跡はチャンチャン。チムー王国はモチェ文化の移民によって起こされた。 最初の谷が喜んで武力を合わせていたようだったが、士官を征服した。カハマルカ文化とワリ文化の影響を大きく受けていた。伝説によれば、首都チャンチャンは海からやってきた高い名もという人物によって作られたという。チムーは、インカ帝国を止めるチャンスがあった最後の王国だった。しかしトゥパクインカによるインカの信仰が1470年代に始まり、 高い名物の子孫である国王、ミンチャンカマンは、破れ、ワイナカパックの即位した1493年には、侵略はほぼ終了していた。国が滅びる、数十年前、1400年代前半には、140人を、上回る大勢の子供を神に捧げる、生贄の儀式が行われており、大がかりな儀式を必要とする規模の天才の発生と、 国力衰退の関連性も注目されている。チムーの陶器は漆黒だった。また、成功複雑な近郊でも知られ、さきコロンブス期で最先端技術の一つだった。ありがとうございます。